こんにちは。2020年11月8日、豪農の館、長谷川邸と、朝日酒造創業家の古民家、将来閣に行ってきました。今回は、柚木ゆかりがナレーションを務めます。旧長谷川家住宅は、江戸時代初期から庄屋を務めた古民家で長岡市が公開しております。現在の母屋は、かやぶき寄せ棟造りの約300年前に建築されたもので、周囲には幅2から4メートルのお堀を巡らし、その内側には土塁池垣、正面には縄文級の大扉のある長屋門形式のかやぶき寄せ棟造りの表門があります。現存する豪農の館としては、北陸最古と言われています。武士の出身と言われる長谷川家が、須賀の山に家を構えたのは江戸時代の初め頃です。以来山村地主としての地位を固め、代々庄屋を務めてきました。幕末から明治にかけては近郊4ヶ村の耕地や山林の7割を独占し、180町部余りの宝4000俵もの小作料を挙げた豪農です。敷地は街道に面した間口約70メートル、奥行き120メートルと広大なもので、周囲に堀を巡らせているのが特徴です。母屋は宝永3年1706の大火で類焼し、享保元年1716に再建されたと伝えられています。邸内には県内最古の豪農の館であることを示す建築様式が随所に見られます。裏庭を覗いてみましょうか。踏み石と庭木のバランスがいいですね。中を見学させてもらいます。あと駐車場の近くに南原の停車駅もあるので、そっちは無料なんです。時間に余裕があったら、まあ、曲とか押すとこもありますので、はい。あとここ、建物は304年に経過してますね。1716年、1706年に以前の建物が大火事で燃焼して燃えて、だから今今年2020年の300。東芝と三菱電機の扇風機がありますね。長谷川邸から朝日酒造創業家の古民家将来閣へ移動します。車で10分の距離です。朝日酒造創業家の古民家将来閣に到着しました。将来閣は昭和初期朝日酒造の創立者である
平沢与之助が建てた住宅です。将来とは松の梢を吹く風の音のこと。伝統的な日本家屋にアールデコ様式の丸窓やステンドグラスなどの装飾を取り入れています。2001年に製品倉庫建設に伴い定価で移築し、2018年に重要文化財となりました。正玄関は前方に入り小屋造妻入形式宗家焼き造りの車寄せを備えています。正玄関に続く寄付室の当面の一角には街灯掛けや電話を置いていたことから逆たまり的な空間であったことがわかります。日頭窓にはぐもりガラスをはめ込む格子窓が建てられています。これでもかというほど細い欅の架け橋が組まれ、松葉くつしの模様があしらわれています。いやおうなく目に焼き付くこの造形によって正客はこの建物の名を脳裏に刻み込むことになります。曇り空でもこの鮮やかさ、日が差したら素晴らしく綺麗でしょうね。最後までご視聴ありがとうございました。ナレーションは今回柚木ゆかりが担当しました。何分不慣れなためお聞き苦しいところがあったと思います。またいつかお会いできるのを楽しみにしております。